大池の空中写真。大池の周囲にも、カルスト由来の窪地に、水が溜まった、小規模なカルスト湖が複数あるのがわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成大池は、沖縄県島尻郡南大東村、南大東島の中央部にあるカルスト湖。面積0.247平方キロメートル。 自然湖としては南西諸島で最大の面積を持つ。隆起した干渉の石灰岩が雨水に溶解したカルスト地形の窪地に水が溜まって成立した。南大東島には大小110ほどの湖床があり、大池は島内最大の天然湖である。沖縄県にある面積0.01平方キロメートル以上の湖はすべて南大東島に存在している。 面積0.47平方キロメートルで島の面積の約1.54%にあたる。池の北側に湿地帯があり、お昼着の群落がある。お昼着は一般に淡水と海水の混合する、気水域に生育し、大池のような閉鎖系の淡水域で生育する例は珍しいことから、大池のお昼着群落として1975年3月18日に、 日本の天然記念物に指定されている。その他の植物として、太い、ハイキビ、イバラもイトモなども見られる。魚類としては1910年に移入されたコイや銀ブナ、1955年に移入されたティラピアが生息する。また、鳥類としてマガモ、クロサギ、バン、アマサギなどが見られる。池の色は、ホーレル水色標準6番を停止。 pH は7.7である。地下で海水と接続されていると考えられており、潮の満ち日に合わせて6時間の周期で水面の上下がある。塩分濃度も高く、農業用水として利用するために水門が設けられている。ABCDEF 山口春雪、自然科学機構、古水史跡編水理科学302号、P85 から100。 2021年2月17日、閲覧。環境庁、第4回自然環境保全基礎調査故障調査、報告書中国、四国、九州、沖縄版1993年。ありがとうございます。